君のことラスボスにしてあげる歌は玉井がバルからラスボスにしてあげるだからずっと覚悟をしてよね三千世界どこよりにある嘆く歌も聞こえないよ希望の丘遥か彼方その閃光弾を打ち上げろそうですね今回 の, あのイベントあの、まあ、歌く、サミットあの去年の私あの夏のコミケに出ましてそうしましたらあの運営委員の皆様がどうしてもこれは5年に一遍ということで小林幸子ラスボス降臨してほしいともう立ってのお願いなんでじゃあぜひやらせていただきますということでお受けいたしました世界から の, あのアニメファンがあの、まあ、ボカロファンもそうですけど集まってくるということなんでもうすごい注目今日本のアニメものすごい注目されてるので、はい、外国の方もたくさんいらっしゃってるっていうのですごく楽しみにしています新しいものへの、チャレンジをしてとってもあの新しい世界は面白いですそして今をなんか生きているというかみんなと一緒にあの生きているっていうことで歌へのそれから音楽の原点というのにねあのたくさんいろんなことで教えてもらったりして楽しいですよ今もうね今ちょっと言えませんけども誰もやっていないことを、はい、演歌歌謡曲でやっていないことをまたやると思います思い込みを捨て思いつきを拾うという私のもうこれはもう信念ですからとってもあの楽しいですそうですねまあ小林幸子マネット今回も皆さんがねもう絶望してくださったのではい ありがたいですよね、はい、小林幸子ラスボス降臨で頑張りたいと思ってますね何度も泣きじゃくってさあさよなら、ありがとう。